こんにちは、札幌占い美容室早回しの後藤です。インナーカラーをちょっと入れて、表面はちょっと地毛の色ぐらいにしたいっていうことですもんね。はい、暗くしたいから、ピールメッシュの配合で、カラーをしていきたいと思います。なんでトリートメントカラーでだけでやっていくっていうような感じで、まあ、傷ませないで、まあ、よりトリートメントで癖をちょっと抑えながら、なので、結構今日はムササビたくさん使おうかなと思っております。はい、この状態にフィールメッシュのトリートメントカラーをちょっとやっていきます。まずですね、ベース作りからなんですけど、下から、まず塗っていこうかなと思って、上はちょっと暗めで、下は赤みを入れていきたいと思います。ラインで取っちゃうと結構出た時はっきりしちゃうので、ギザギザで取れた方がいいと思います。なんでイヤーとイヤーからで、でちょっとね、赤み分かんないとあれなんで、結構上の方でやろうかなと思います。はい、8ぐらい、はい、そういう方がいらっしゃるので、例えばまあこっちはちょっとデザインとしてやっぱり結構バーンといかないとちょっとあれなので、顔周りのフェイスラインのところをちょっと黒くしとけば、アップした時に赤いラインが見えないので、まあ、例えばそういう風にしちゃうとか、今日はまああんまり派手になっちゃうとまずいってことなんで、でシングルピンで留めます。で、顔周りの方もシングルピンで留めます。こんな感じで留めまして、はい、でこの毛先についちゃう、そうすると僕が嫌いなのがタイムラグなんで、発色スピードが変わってあるんで、僕はもう、とりあえずつけちゃうんですよね。はい、今、シャンプー台から上がってきたので、これから乾かしたいと思うんですけど、まずヘナジェルとヘナウォーターをつけます。でまだ今色出てないんですけど、これから、ちょっといろいろやっていくので、まずヘナウォーターをつけますね。じゃあヘナウォーターをつけて、でだいぶで今触った感じツヤ感が出たかなと思います。ムササビの作用でだいぶ変わったかなと。あとトリートメントカラーですね。はい、で一回溶かしてから、毛先中心にヘナジェルをつけます。でこれ宿毛矯正の中間処理でも使える内容になってますので、これもまあシスタンニンなんですね。ヘナ使ってるんでローソンの効果もございますので、はい、こんな感じでこれで乾かしていきます。はい、ダイソンを余裕がある方はダイソン2台使いすると結構早く乾くんで、多分最速かと思うので、まあ、このやり方をちょっとやってみてください。今は乾かしただけなんですけど、thank you.